本日はですね先生、はい、僕が密かにそのアイデアグッズっていうのを考えてまして、すいません、いろんなこと手出すね、はい、でちょっとねこれから商品化しようかなと思ってるグッズがあるんですけど、それをちょっと先生に聞いて判断していただこうかなと思って。何、本気？本気ですよ、もちろん。本気、真面目な話だ。あ、そうです、あの億万長者になるんですよ、アイデアグッズね。なるんですよ、なるんですよ。あ、でそういう方いっぱいいらっしゃるじゃないですか、主婦の方とかも、うん、ちょっと困った時がもうチャンスですから。あのさ、なんか、どこだっけ、中央線だか、あの山手線、大久保の駅からホームからさ、ね、なんか発明学会とかってあれ見えるよね。看板、うん、あ、なんかそういうところもあるみたいで、ね、そういうところもあるみたいですもんね。はい、で僕が考えたっていうのが、はい、これね、皆さん誰もが経験してると思うんですけど、電車の中でその居眠りしちゃうことあるじゃないですか、はいはいはい、そしたらこういうふうに電車でこう座ってたら、こういうふうに肩、こういうふうに人、知らない人が来て、あーみたいな、はい、ありますあるじゃないですか、あります、誰もが経験してる。よくありますよ。逆に自分がこう人の肩にやっちゃって、あーもうやられることも ありますよね、ありますよね、皆さん、疲れててね、もう絶対あるじゃないですか、おっといけねえみたいな、そうなんですよ、僕もよくあるんですけど、うん、そんな方に朗報ですよ、はい、僕が考えたのは、こうワイヤーをね、ここ耳の方にここかけて、うん、でワイヤーはこう長いんですよ、はい、そのワイヤーをあの網棚にカチンカチンってつけて首を固定してこう寝るんですよ。そうすることによって首が倒れないから、これでも快適に寝れるっていう、そのグッズ、アイデアグッズ、このこの変わった快眠イヤーワイヤーっていう商品なんですけど、はい、これね、これどうですか、これヒット。それさ、あの首の骨をこうグキッとやったりしない？いや、これ大丈夫ですよ、その長さ調節できるんで、自分にじゃなくて こっちの そのガードが硬ければ硬いほど、体ごとこういった時のここへの首の負担がものすごいあのあるような気がするんだけど。あ、こういった時ですか。いや、でもそこら辺はちょっとやっぱちょっと微調整で、そのうまい具合に、その倒れない具合にちょっとやるっていう。なんか こんなさ、こう顎のこんなのから全部こうがっちり固められて、こうやってたらいいような気がするんだけども。ああ、耳だけじゃちょっと不安定。不安定だって、ここ針金でしょ、はい、ワイヤーワイヤーでこんな細いやつでしょ。はい、これってなんかあのよくさ、あのバラエティでさ、ヘルメットについたこんなカメラでこうやって撮ってるみたいな、首だけこんなんだっていうの、異様な画像みたいになりそうだよね。だからそういうと改良のね余地はあると思うんですよ。そうやってその首、なるほどね、首とか顎とかも一緒になって、いや、っていうかあのとにかく耳だけで支えてるっていうのが不安でしょうがないんだけど。あ、だからその首とかその顎をもうちょっと包んだ方がいいかもしれないですね。さらに言えばですね、これが普及してた、はい、座席全員がこれをしてる、はい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 、並んでるやつも、うん、こう絡むとかさ、あ、紐が揺れた時にワイヤーが絡むとかさ。なるほど、その辺にね、うん、ああ、そこもちょっとだからその細い紐じゃなくて、もうちょっと厚くした方がいいですね。あのうどんのなんか平べったいうどんあるじゃないですか、きしめんってやつ、きしめんみたいな、きしめんみたいなやつでやって絡まないようにするだとか。あとね、これを僕ちょっと発表した時に、はい、そのライブでそれを聞いたお客さんでね、こういうのはどうですかっていうのがあって、ちょっと耳のところにその何て言うんですかね、アラームみたいのをつけといて、自分のその何て言うか、降りる駅の一つ前の駅になったら鳴るようにして起こしてくれるみたいな。どういうそれは時間とセットなの？時間セットだと思うんですけど。時間セットなの。あ、それもいいなと思って。なんかワイヤレスで駅のあの電波をこう受信して何駅ですってこうやって言ってくれるとかね。すごい大掛かりの話になってるけど。はいはいはい、夢は広がりますね先生。夢は広がるけど。ガチで手を組んで、その億万長者。50%俺ね。いや、ダメですよ、50%僕が言い出しっぺなんだから。いや、ダメです、ずるいですよ、それは。ずるいですよって、もうなんか儲かったような気になってるよね。いや、でもアラームだと人に迷惑なんで、うん、バイブがいいかなと思うんですよ。ビーブ、ね、で、そっか、いやしかしな、どうですか、ヒットすると思いますか先生。いや、だってそれを、まあ、金額設定にもよりますわ。あ、そう商品から一番大事なところは、アイデアもそうなんだけど、うん、まあ、価格設定ですよ。なるほど、それはそうです ね。これはズバリ980円。980円、手頃じゃないですか。これが例えば2000円とかだったら、2000円出すのになるけど、980円だったら、もうちょっと一回試してみようかなみたいな。どっから算出した数字なんだそれ。いやいや、なんかその僕だったら買えるのは買える範囲内、千円札で釣り額。そう。いや耳痛くない。いや、だからそこはだからそのカバー柔らかい布にしてもいいんですけど、あとはその商品、その金額設定もそうですけど、その商品名が大事なんですよね。はいはいはい。だから例えばそのね、サラリーマンが履く靴下がすごいもう空気のね、通気性が良くて良かったんだけど、全然売れなかった、うん、だけど名前はね、通勤快速っていう名前に
書いた途端、はいはいはい、通勤の快速、心よい足、足、うん、快速っていう名前に書いた途端ヒットした。だから名前は本当に重要なんです。だから僕のそのなんか語呂合わせたその快眠イヤーワイヤーっていう響きがいいじゃないですか。イヤーワイヤーなんかいいの、なんかちょっと心地いいの、これよく寝れそうと。寝るための道具なんだよね。そうですよ、そう、人に迷惑をかけないための道具ですから。寝るというかその寄りかからないための道具なんだよね。そうです。これをねちょっとねその調べたんですよ。そういうグッズない、いやグッズないのかなと思って。はいはいはい、はい、じゃちょっと似たパクリのやつがあったんですよ。パクリ、どっちがパクリなんで。いやいや向こうですよ。それは帽子かぶって帽子の後ろに吸盤ついてるんですよ。その吸盤をその窓にピタッてくっつけて帽子ごとだからこう首が倒れないようになってるっていうのを。あ、多少でも可動性はあるんだね、これ。はいはい、そうそうそう、吸盤を後ろにつけてる。ラーメンマンじゃねえよみたいなさ。そういうのもあったから、ちょっと商品化をね。でもね、なんか長谷川さんのアイデアだから、もう今絶対さ、いろんなツッコミを入れてさ、粉砕してやろうって思って聞いてたんだけど、残念ながらね、あまり致命的なツッコミが今できない。俺がね、すごい歯がゆいものがあるんだよね。あ、じゃあ先生はちょっといいなと思ってるんですね。っていうかね、なんか致命的な欠点の指摘ができねえなと思って、すごい今悔しい思いをしてるんだけど。いや、まあ、ただ致命的というか、これの商品のちょっとマイナス的な部分っていうのは、うん、まあ、唯一考えればですよ、はい、考えたらちょっと恥ずかしいっていうのはちょっと多少あるかなと思うんですよ。言われたら確かにその通り、ね、それを見られたらね、真っ先にそこをつけって話だよね。いやでも、うん、なんていうんですか、まあ、それもできますよ。そういうふうにこういうふうになんかちょっと目を隠すこういうなんかね、のそのオプションとしてつけるみたいにしたら、その誰だか分かんないですか。余計恥ずかしいじゃないか。まあ目立つけど、まあ、目立ちますけ ど, すけど、ね、いやいや、あのね、今思ったんだけどさ、俺そういうそのすぐ考えて分かるような突っ込む点を考えつかなかったっていうのは、腹から真面目に聞いてなかったんだと思うんだ。だからあのちょっと突っ込みどころすらないみたいなね。いやいやいや、またまたどうせ長谷川さんがみたいな話で。ああ、まあまあまあ、そうかもしれないよね。でも本気なんだよね。ちょっとその特許これから申請出そうかな。来年の申告はもう億万長者なんだよね。はい、そうですね。もうこの人ね、はい、財産持ってますからね、税務署の皆さんガンガン取ってくださいね。ちょっとね、まあどうなるかないね。いやいやいや、すいません、なんかね、ごめん、適切なツッコミができない。いやいや、いいですよ。いや本気で僕はただツッコまなくていいです。いやいや、わかりました。もし商品化されたら、あ、長谷川さんがあの時言ってたやつだ。そう、電車の中で。はい、わかりました。私も使わせていただきたいと思います。はい、それプレゼントしますから、先生。これ 50% ね。いや、だめですよ。50% ね。だめですよ、先生。聞いてただけでしょ。いやいや、今はもう俺ちゃんとね、いいアイデア出したじゃん。いやいや、だめですよ。はい、ということでございます。はい、ありがとうございました。